次男が自転車の鍵をつけっぱなしでマンションの前に置いてたのよ。ほんでね、その自転車盗まれて、しかも丸2日間ぐらい置いてたんかな。もう腹立って腹立って、でね、もうそういうこともあるやろうと思うから私はそこまで怒らんでもええねんけど、めっちゃいっぱい物なくすねん、いつも。もうとにかくいろんなものをね、なくすの。学校の帽子あるでしょ、指定の帽子もなくなって、ここでなくなった言うて、買ったら買ったで出てくんねん。で次家の鍵なくしたり、あれもなくして、これもなくして、ほんでパスモもなくしてとかね、あのスイカいうのをあれもなくしたりない。これ別に不完でよかったのに、なんで吹いてん、私今なんか調べて吹いたわ、ほんまに。だからね、もう嫌なってきて、本当にもう嫌なっちゃう。で、あげくの果てには自転車やろ。その自転車も、もう朝早くから家出なあかんでっていう時に、よし行こう言うたら自転車がないって言うから、はぁって言うて、もうほんまに大変やったんや。もうアホほど怒ったわ、朝から。ほんまに腹の立つ、腹が立つんだよ。ほんで今日はその自転車を買いに行ったん、新しく自転車を買いに行って、ほんで、2時間ばかりかかりますって言うから、一回また家帰ってきて、登録やなんや。だからそれこそビッグカメラで買ったんや。めちゃくちゃだよ。ほんで、それを取りに行くのもお父さんと取りに行ってこい。だからビッグカメラのポイントいっぱいあるから何買おう言ったけど、結局それで全部なくなっちゃった。いろんな登録料やなんや言うて4万すんねん、あんなもん。それで全部やられた。ねえ、4万分何買おうかなってウキウキしてたのに、しゃあないやもん。子供の自転車になったわ。でもこんなん言うとあれやけど、うちの子供が乗ってた自転車って、うちの夫の言うと甥っ子の自転車のお下がりをずっと乗ってたのね。だからやっぱ次男坊って何でもかんでもお下がりが多いやん。だから、まあ、このなくしたことによって新品のいい自転車を買えたっていうのはいいかも。まだその自転車も何かと、今子供用の自転車もええ値段すんのよ。ほんでいろいろ見てる中で、なんか大人用の20インチみたいなんがあって、おしゃれな、それ買ったわ。今ほら普通やったら子供ってさ、なんかこうかっこいい、なんていうの、なんかマウンテンバイクじゃないけどね、男の子が乗りそうなかっこいいのって欲しいと思うやん。ちゃうねん、うちのね次男坊ってね、まあ、そのおしゃれっていうか、なんかそういうファッションになんかようこだわりはんねんけど、結局それなってたな、そんな感じになって、すごいね。だからそう、今小学生が乗りたいような自転車じゃないやつを買いましたって感じ。新しい自転車、乾杯。フットボタン、チャンネル登録、通知ボタンもベルマークも押してね。押してね。ありがとう。バイバーイ。